ャガー、サクの頑張ります。ジャガーサリーの頑張ります。イエーイ、皆さんこんにちは、ジャガー横田です。サリーです。いや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 、もうこんなガラ声でいつもすいません。いやいや、そんなことないね。もうこれ私のね、はい、結構この声でタクシーの運転手さん、はい、すぐ分かんない私って。あ、本当ですか。だからめったにこういう声ないのだって、はい、高橋社長もこんなような声だよね。アズリのアピーポンって言ってません、うん、あ、私かあの高橋社長かっていうぐらい。そうなんですか。どっち、双子ぐらいにね、年も2つぐらいしか離れてないから、はい、なのでいい兄弟みたいです、本当に。いや、こんな声ですけど、はい、あのサリーが声透き取ってますから、いやいや、バランスよく、はい、今晩も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いや、そういえば今ね、もうサリーと話したけど、スポンサーさん、はい、早速、はい、一番最初にスポンサーさん、そうですね、どうか私を応援していただければと思います。本当に、スポンサーさんはまずはですね、はい、私たちを応援して くださるスポンサーさんを、随時募集しております。なのでぜひよろしくお願いします。お願いします。スポンサーさんになりたい人はって言ったってめったに来ないと思うんだけど、お問い合わせ全部こちらのメールアドレスと電話番号、鳥越あずり FM 公式 X インスタグラム、そして画面の QR コードでお願いいたします。こちらですね、リング上では見れない私たち、うん、そうですね、全然違うよね。はい、 CM とかコマーシャルとか撮りに行きたいです。ね、本当に本当に企業さんだったら、まあね、はい、会社まで行ってコマーシャルを撮りに行きますので、うん、ぜひ、はい、応援していただければと思います。私たちも応援します。はい、なので私たちも応援してください。お願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、まず私たちはプロレスラーですからね、あの試合の情報を先にお話をして、はい、いろいろなファッション的なメイクとか、はい、メイクとか多分一番サリーが一番興味あるとこなので、そういうお話は後にして、はい、先にプロレス情報を、はい、話したいと思います。はい、じゃあサリー坊から試合のスケジュールですね、はい、今度7月の、はい、20日が抜けてましたね、あの7月20日もマリーゴールドの、新木場大会に参戦します。思い出した、マリーゴールド思い出した。はい、マリーゴールド初代のチャンピオンになりました。ありがとうございます。サリー選手です。ありがとうございます。まだ昨日でしょう、一昨日か3日前ですね。3日前か、はい、ね、もう無事にジュリアン選手とすごい王座決定戦をして、はい、いや素晴らしいな。いや、もうありがとうございます、ね、ジャガーさんからもメッセージおめでとうっていただいて本当に嬉しかったです。ね、本当素晴らしい、この試合だよね。はい、ね、国技館でね、本当に、はい、あのね、やっぱ私ジュリアって選手、はい、あの怪我した時の欠場挨拶で、ああそうですね、その時に初めて見たんだけど、はい、すごい礼儀正しくって、うん、なんか花があるよね。ありますね、オーラがちょっとありますよ ね、うん、やっぱそれがやっぱ試合に出るんだよね、うん、だからテクニックがどうのこうのだけじゃないんだよね、やっぱ、ね、プロのレスラーというか、うん、プロの選手は鼻がないとやっぱりちょっと残念なことになっちゃうと思うんだよね。やっぱ、はい、鼻、これ素晴らしいなと思って、はい、そんなね、キャリア的にはねちょっと怖いかもしれないけど、そうなんですよ、はい、そんだけ試練の試合を乗り越えてきてるでしょ彼女は、やっぱりいろんな、うん、そうだと思いますね。もともとスターダムにいて、ね、そうだよね、トップでやってた選手なので、うん、ずっとトップもきついよね、はい、いやそうですね、トップをずっと走り続けるって、はい、どんだけ精神的なやっぱ強さとか、うん、そうですね、あと努力もしなきゃいけないしね、やっぱり、はい、そういう意味では、うんうん、なるようにしてなった対戦だったのかなと思うな。はい、うん、いや戦えてよかったなと思って、ね、怪我してたので、うんうん、ギリギリまで、うん、3日前なんですよ正式に決まったのが、はい、
すごい根性だね。そうですね。だってここでは絶対負けられないなって思いましたね。サリーはサリーでそれは当たり前だけど、はい、彼女は彼女でね。いやそうですね。絶対初代取りたいでしょ。はい。逆を考えてもね。絶対自分の団体のベルトなのでね。うん、自分が一番最初に取ってやると思うよね。はい。なのに、うん、まあそんなあのジュリアもサリーと戦って、でもこんなにあざだらけを見てください。これ。こんなんやられてる痛々しい。これも同じレスラーだけど痛々しい。全然でも気づかないぐらいもう戦いに集中したの。全然そうだね、はい、そんだけこう乗りに乗ってる試合なんだよ。はい、あの痛みも感じないんですよ、うん、乗りに乗ってる時みんなにはもう子育ち分かんないだろう。ちょっとやってやっかちょっとやってっか。ちょっとやって、うん、ジャガーさんも鼻折れて。そうなんだよね。鼻すごい時とかあったけど、すごかったですよね。鼻ね、自分で戻したんだよ。触ったらここがへっこんでて、うわ、右から左に戻した覚えがある。この高い鼻折れたんだよ、本当。痛いですね。今でも覚えてる。大仁田敦史のグーパンチと思ったんだけど、はい、椅子を正面から殴られたんだって。一正面で顔があんのに殴るかよ普通女だよ私一応ねえ、はい、こんなったら絶対ぶっ飛ばしてやると思ってんだけどさいや違うの、あの後に1ヶ月後に会ったんだっけ、これやった時の、はいはい、そしたら会った瞬間何言うかと思った。わざとじゃないわざとじゃないって思う絶対わざとだねって言ってやったけど、はい、ねあいつがわざとじゃないわけがないよ本当に。新木場で覚えてます、まあ、そう新木場で、はい、ね、うん、ほんとこれよかったよ戻って。いやほんとよかったです。次の日 0.1 ミリずれてたんだよ。あそうなんですか。それで器具を入れて戻したの。うわ鼻曲がっちゃうと、はい、鼻詰まったりしちゃうじゃん。あ言いますよね、そのままにしとくと、うん、鼻がほったがそうじゃん。ほったずれてるまんまにしちゃったから、はい、詰まるとか言ってたもん、ね、うん、あそこまで行くともう治んないじゃん。はい、今のは治ると思って0.1 ミリずれてるやつを機器使うと麻酔やんなきゃいけないから、そのまま器具入れて我慢するからやってくださいって言って麻酔しないでやったんだよ私。すごい、普通麻酔しますよね。そうだけどダブルで痛いじゃん、麻酔と入れてグイッと動く。あ、はい、だからそんだったらもう 0.1 ミリぐらい我慢すると思って、すごい一気にやってくださいとか言って、はい、やってもらった覚えがある。ミシって言ったよ、ミシって。さすがです。0.1 ミリでもやっぱミシって言うんですよ。だからもう今もう音が鳴ったからもう動いたと思いますって言って。おかげでまっすぐだから今も。ああ、もう綺麗全然もう。そう。ね、曲がったら大変だよね、ほんと。だから、はい、怪我は早いうち治せば平気だな。ほんとですね。ねえ。ほんと。このレスラーのレベルって多分、一般と違うと思うんだけど、早い方がいいよ。やっぱり、何でも治すのはね。はい、時間経つと痛いからやっぱり。確かにそうですね、うん、まあみんなあんまり鼻折れないけどね。いやでも男だから1回や2回はない、喧嘩ない、1回ぐらいある、グーやられた。 あるみたいです。あ1回ある、回ない。お前男じゃねえな、1回ぐらいやれよねえでも今の時代はめんどくさいのかな。いやそうですね、怪我したとかね。大変な問題になりそうですね。昔は当たり前だったけどね、本当に。そうですよね。ねえ、私なんかも女なのに一般的なところで喧嘩した時ないのに、だから、はい、実力試した時ないんだよね。実力一般的に通用するかどうかっていう。いや絶対強いです、ジャガーさん。ねえ、でも殴るこう習慣がない。瞬間的に顔を殴るとか、こっから上やっちゃいけないじゃん。ああ、やっちゃいけない。そうですね、プロレスってこっから上やっちゃいけないのよ。あとサイドを狙っちゃいけないとか。はい、だからそれが染みついてっから瞬間的にやっぱこう殴んないと思うけどね、顔を。ああ。癖がないから。そうですよね。あ、でも頭ぐげんこつするかもしれないけど。うん、それの方が痛いっつうね。はい。確かに。あれ、はい、今の試合途中でした、ね。試合でした。はい。話それてすいません。すいません、はい、そして7月26日。はい。あ、シードリングの新規模大会ですね。うん、はい。いや、そして7月29日、うん、サリー、はい、自分の自主興行がジャガーさんにも出ていただくんですけども、はい、はい、私の方も お邪魔します。よろしくお願いします。すごいね、サリーイズム完売しました。やっぱ素晴らしい。はい、よかったです。無事にだってもう3ヶ月ぐらい、 2,3 ヶ月に1回やってるよね。あ、今回は1月から今までやってなかったので、はい、半年。ああ、そうか、
そうですね、ちょっと空いてんだね。そうなんですよ。でこの後が何回か続く、この後がもうすぐ1ヶ月後の9月2日にあっ て、はい、そこまでですね、今、ね、決まってんのは。そかそかそか、はい、いやでもいよいよいっぱいになっちゃすごいよね。ありがとうございます。すごいすごいね、え、ほんと、はい、そして8月の17日、うん、中島選手のあれトークショー、ね、あトークショーですね、はい、引退直前の。そうですね、引退はいつなの。引退は多分8月の26とか、ごめんなさい間違ってたら26か3か、後半だね、8月のね、後半ですね、はい、の直前にトークイベントをやらせていただきます。今、まあ、首の調子があんまり良くないのかな、やっぱり。あ、首だったっけ。多分首、そうですね、でも暴れ回ってますけどね、うん、今はもういろんなとこ出て、ね、そうだよね、はい、いい選手だからもったいないけどね、引退しちゃうのはね。そうですね、でもやっぱ本当に本人の考えがあってのことだからね、はい、うん、まあ大怪我してからじゃ遅いので。そうですね、それも一つなのかもしれないね、はい、うん、はい、私はそんな感じですね、はい、はい、そして私はですね、7月21日がディアナのアミスト大会に久しぶりに参戦いたします。はい、24日、私誕生日なんですよ、25日にね。そうですね、佐賀さん、赤湯の武蔵小山店でですね、うん、誕生会をやることになっておりましてですね、ディアナのホームページを見ていただくと、7月の24日に、生誕祭ですか、私の生誕祭ですね、はい、はい、がありますので、もしご興味がありましたら、そちらのホームページを調べていただいて来ていただければと思います。私のファンもちょっと、ね、はい、ファンサロンに入ってる子とか来ていただいたりするので、結構いっぱいになると思うんですよね。じゃあ予約はちゃんとしてからですね。そうですね、もしお時間あれば会いに来ていただければと思います、うん、はい、誕生日嬉しくない年なんだよね、63歳になっちゃうんだよ、誕生日で。恐ろしいなと思って。でも誕生日ってなんかワクワク、そうだね、しますよね、なんかちょっとやっとやっぱり1年1年健康で、はい、また私もレスラーだけど、はい、無事に1年を過ごしてて。そうですね、思うけどお前たち何も思わないだろね、普通に誕生日で一つ年取るぐらい、どう、なんか思うことを思えよ、なんかいくつ、20いくつ、20、あ、同い年だ、28、27、近いじゃん、それと28で同じぐらいですね、同じぐらいだ、この小僧と一緒、はい、うん、小僧たちと、本当だよね、半分以下だから、私のねえ、楽しみだね、あんたち、これからも、いや、で、ジャガーさん、7月28も試合ですね、京都。 そうだそうなんです、うん、京都の KBS 京都というところで試合があります。ディアナのね、京都大会があります。12時半試合開始になっておりますので、お近くの方はぜひ見に来ていただければと思います。そして29日はサリーズムに参戦させていただきます、はい、よろしくお願いします、ね、もう売り切れちゃってる、立ち見もないんだっけ。立ち見は出ますね、あの当日、当日、はい、当日だけなんだよね、当日だけ、はい、あと配信もやるので、ぜひぜひ、はい、告知します、またよろしくお願いします、またね、見に来ていただければと思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、そしてですね、スポンサーさんを紹介したいと思います。まず田園調布税理士事務所さんですね、代表山内先生です。山内先生、いつもありがとうございます。ありがとうございます。経理サービスや確定申告もお願いできますね。ゲスト出演も3回も期していただいてますけどね、お話上手な先生ですけどね、気楽に 気さくにというか、うん、何でも相談してもいただけるので、あの、なんだっけ、電話、フリーダイヤルですね、はい、うん、0120834、右右、はい、834459、0120834459、優しい申告。いいね。これこういうので調べやったのかな、番号決めたのかな。優しい申告。多分そうですね。そうだね。
偶然じゃないよね。偶然じゃなさそうですよね。素晴らしいな、優しい深刻だって。へー、いや本当にね、山内先生も本当に優しい方ですから、気楽にご相談いただければと思います。はい、はい、そしてですね、あとはまあ北斗星さんはまあ今先でもいいかな。北斗星さん、北斗星さんはですね、代表は川口さんです。中古車販売と、特に軽バンがおすすめです。軽貨物や配達もされているようですよ。本当にね、アズリも2022年にプロレス祭りの際に送迎でお世話になりました。本当にあの、はい、ディアナも、はい、この間の山田大会とか、はい、大型バス出していただいて、あ、選手とか乗せて山形まで行っていただいたり、はい、多分結構、近いというか大阪あたりとか、ああいったところもあのいつも川口社長が連れてっていただいてるみたいです。あ、そうなんですね。ね、大体あのもう一人運転手さんもいらっしゃって、はい、2時間交代で、あ、ちゃんと安全に来ていただいてますので、本当私はまだあの新幹線で行っちゃうから乗ってないんですけど、はい、とっても乗りやすい大型バスですから、それはいいですね。乗り心地いいと思いますよ本当に。ね、やっぱりね、はい、バスの中でね、寝られるってことはね、試合も元気に頑張れるってことだから。そうですね、うん、昔なんか私なんか本当バス移動じゃんずっと、はい、で2階建てのバスだったのよ。だから本当乗り心地よかったから、試合も全然何の苦もなかったね。あ、そうなんですね。5時間かかっても10時間かかっても全然平気だった。ずっと寝てられる。だから今そういう感じなんじゃない、ね、たまにしかないと思うけど、地方は、はい、だから本当に乗りやすいと思いますので、いいです ね、それはいつも川口社長ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いうことですが、はい、じゃ CM 大丈夫ですか。 CM そうだ、 CM を先にやった方がいいですね。はい、すいません。じゃあ CM を。北斗星さんにやってきました。ではカーリース業について説明をお願いします。はい、ありがとうございます。カーリース事業を担当しております藤木と申します。当社はですね、こちらの家には軽の箱番から、普通車まで、車の方のリースの方をやらせていただいております。いや、でも綺麗ですね。そうですね、こちらに新車のよう。そうですね、こちらにあるような新しいお車からラインナップの方を取り揃えておりますので、いろんなものを選んでいただければと思います。この黒いナンバーは何ですか。こちらの黒いナンバーはですね、はい、授業用のナンバーといいまして、お仕事で使われる方はこちらの黒いナンバーを取得するような形になっております。かっこいいですね、黒いナンバーも乗ってみたいわ私、黒いナンバー。そうですね、よろしければ宇宅川さん1台お買い求めいただければと思います。本当に何使おう、宣伝会でしょう。そうですね、宣伝していただければね。はい、で今度はこれ福祉車両ですか。はい、そうです、レンタル。どうしたら先ほどの軽バンとは別に、車椅子が乗れる車、あとはちょっと足腰が不自由な方が乗れるような車のレンタカーも取り扱っております。こういう車でご家族でどこかちょっとお出かけになる時とかのための車なので、よかったらお使いください。こちらは車椅子は入らないんですけども、はい、ちょっと足が弱い、おじいちゃんばあちゃんとかはステップがついて乗り降りがしやすかったりとか、手を持つところがいっぱいあるので、乗り降りがすごく安心というか便利。ここに1段ありますからね。これもう私も乗りたいわ。これで楽ですね。ちょっと見てみて、ここの手すりも柔らかいし、テープつけてもね、こういう車いいですね。いちいち買ったりするのはなかなか大変ですからね。そうですね、お金がかかりますので、ジャガーさんのご紹介であれば、はい、お届けに行きます。いや、届けてくれるそうですよ。はい、北斗星さんに来てね。待ってまーす。カーショップ北斗星さんでは、事業用軽バンのリース事業、そして福祉車両のレンタカー事業、こちらに大注目です。はい、はい、北斗星さんでした。今映ってた後ろのああいうバス、あの大きさで、いや本当すごいでかいです ね、あんなに大きいバス、乗りやすいし、もう乗り心地最高。
すごい羨ましいですそうだよね、はい、サリーが私はちっちゃい、はい、マイクロバスみたいな、うんうね、もう感じでぎゅうぎゅうで行ってたので、ね、揺れたら揺れたまんま本当動けて戻れないっていうねそうですねはいねえやっぱ今はいいですねいいね本当川口社長のおかげですありがとうございますはい、はい、ということで、次はあのそろそろコメントですかね、うん、コメント、はい、もう今日はですね放送前から X にコメントいただきましてありがとうございます。早速読まさせてもらいます。はい、ラジオネームジェームズ横山さんよりいただきました。はい、ジェームズさんありがとうございます。ありがとうございます。ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。サリーさんが二冠王になり、うん、とても嬉しいです。本当おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます、うん、そしてジャガーさん、お誕生日間もなくですね。おめでとうございます。ありがとうございます、ジャガーさんはじめ伊藤さん、尾崎さん、神取さん、高子さん、堀田さんなどレジェンドの活躍も非常に嬉しいです。ありがとうございます。サリーズムチャプター4を楽しみにしてます、うん、お二人とも7月後半頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。もう毎回ね、いただいてメッセージ、ね、もうありがとうございます。この応援メッセージね、はい、本当力になりますから、本当ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあどんどん行きます、はい、次源流さんですね。ありがとうございます。ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。元気ですか？はい、元気です サリー選手、マリーゴールド初代ワールドチャンピオン、おめでとうございます。おめでとうございます。配信で見てましたが、すごい試合でしたね、うん、試合の感想やアイスリボン以来のシングルやってみたジュリア選手の、うん、印象を聞かせてください、うん、そうなんです。前に本当、うん、ジュリア選手が若手時代に1回だけシングルマッチをしてて、うんうん、どれぐらい前？でもそれが5年半とか6年前。あ、そんな経ってるんだ。はい、でもまだそう考えたらジュリアってまだキャリア 5,6 年なんだって思うとすごい、ね、すごい一気にここまで駆け上がったんだなと思うとすごいなって思いますね。まあ球種も早いしね。そうですね、若いので、やっぱ私がその 5,6 年目の時ってまだまだ全然なんかまだまだここまでこう意識もしてなんかできてなかったし、こうすごいなってちょっと思いました。今思うとやっぱりトップっていう意識が、はい、強く、はい、より強くさせるんじゃないかと思うんだよね。そうですね、うん、そう思えばそうです ね、 ね、 そうだね、まあ、もちろんその前やったシングルマッチの相手とは全然違うぐらいのもう成長というか、うん、そうだよね、はい、アザになったしね。全く別人、アザになってるし、アザになってますし、そうですね、うん、すごかったですね。もう全力で戦わないと勝てなかったし、ね、会場に来た人本当に喜んでると思う、はい、いい戦いでね。ありがとうございます本当に、うん、はい、そしてミヤムーさんからもいただきました、うん、ミヤムーさんありがとう。ありがとうございます。サリーちゃん、ジャガーさん、こんにちは。こんにちは。先週サリーちゃんが両国でジュリアさんに勝利して嬉しかったです、うん、最後の腕固め痺れました、うん、凄みのある信念が詰まったこれぞ戦いという試合が見れ最高でした、うん、15日の売店でもおめでとうをお伝えしましたが、改めて本当におめでとうございました、うん、ありがとうございます。もういつも、ね、みんなに喜んでもらってね、嬉しいです。嬉しいよね、一緒にやっぱ喜んでくださるファンの方がいることがもう、うん、そうだね、一緒に戦ってんだよ。いやそうです ね、 ね、はい、ありがたいです。本当に、ね、本当にありがとうございます、はい。そして鉄さん、はい、ありがとうございます。ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。サリーさん、マリーゴールド初代ワールドチャンピオン、おめでとうございます。両国国技館応援に行きました。あまりにもすごい試合で感動しました、うん、机のパイルドライバー大丈夫でしたか？心配になってしまいました。赤いベルトがすごく似合ってました。試合後のマイクも感動しました。7.29 サリーズム応援に行かせてもらいます。週刊プロレスの表紙もおめでとうございます。うん、おめでとう。ではこれからもジャガーさん、サリーさん、頑張ってください。はい、ありがとうございます。いやまあ、素晴らしい、本当にありがとうございます。素晴らしいね、はい、ね、またあの週プロの表紙なんて本当おめでとう、はい、なかなかね、ありがとうございます。女子がなれないので本当ありがたいことだと思う。本当に、はい、嬉しいです。本当おめでとう、よかった、本当よかった、はい、ありがとうございます、ね、あ、それ全部読んだ。全部読みました。あまり読みたくないだろうけども。あ、すいません。あ、
先生、木下先生ありがとうございます。コメント今日もいらねっつのこいつのコメントは男なら殴られたことあるだろうさっきの話でしょ。ジャガーさん昭和すぎて視聴者ついていけないよかっこ笑って言ってます。え、ないでしょ、何年ないんだもんね。ない、一人殴られてないんだよ二人のうちの私、はい、男ならあこの人昭和だからだよ今ないから今殴られないよね。そうですよね、なかなかないですよね。ない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 、はい、うん、だ先生なんか昔、はい、やっぱり喧嘩になって大学生の時から、先生も喧嘩とかされるんですね。そうそう、似合わないでしょ。でもその後がね先生っぽいの、はい、殴り合いになって、はい、自分が追い込んで思いっきり上から殴ろうと思ったら、はい、避けられて下のコンクリート殴ってここ拳折れたって言ってた。やばいなんか先生っぽくない、こうやったら下なアスファルトを殴ってここが折れたとか避けられちゃってね。ダサいよね。ダサ。先生見てますよ。きっと絶対見てるよ。はい。ダサい男。ダサいよな。ね、はい。そして安観光さん。安観光さん。安観光さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ちゃんとひらがなで書いてくださってありがとうございます。読めないんですいません。すいません。こんにちは、ジャガーさん、サリー選手。こんにちは。王座優勝おめでとうございます。おめでとう、ありがとうございます。ユニフォームを着たサリー選手を見るとレスラーの顔になりますね。普段着は可愛い女性ですね。コロナも増えてますので体調に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。ありがとうございます。でも本当コロナも多いみたいでね、なんか多いですね。また増えて、はい、本当に大変です。なんか新しいウイルスとかなんか流行んなきゃいいですね。またちょっと違うんだよね、肩がきっとね。そうですよね。沖縄から来てるか分かんないけど、なんか沖縄すごいコロナ、そうなんだよね、流行ってるとか言ってましたね。この間ね沖縄行って、うん、私も沖縄行って帰ってきてから熱出して、何日か経ってからなんだけど、だけどコロナとかそういうインフルとかじゃなかったんだけど、あ、そうなんですね。一晩だけ熱が出た。まあ人に四五日合わなかったけど、はい、でも一応検査して別にインフルも何でもなかったんだけど。本当ですか、よかったです。熱だけだったのよ。咳も出なかったし、はい、鼻水も出なかったんだけど、はい、熱だけ私にしては8度5分ぐらいになって、ちょっと辛かった覚えがあります。そうなんです。熱中症とかも今なんかすごい、そうなんだよね。それも熱出るしね。出ますよね、そうですよね。だそういう意味では今熱中症もね、うん、はい、流行ってるっていうか暑いから。暑いですもんね。ね、本当水分。でもなんか最近曇ってますよね。ちょっと曇ってる。ここ2日3日。これ、ね、でもなんか暑くない。まだ梅雨上がってないでしょ。あ、そっか、これからまた暑くなる。まだもうちょっとまあどんよりしてる日が続いて、はい、多分梅雨明けするかな。ま、そうですね。うん、ね、夏まだまだこれからですもんね。そうそうそう、これからなんだよ、暑いのに。そうですよね、暑いのは。ね、はい。本当、はい。そしてマロンさん、今日もありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ジャガーさん、サリー選手、お二人とも今日は夏らしいお洋服ですね。白いだけなんだけどすいません、ただの白い T シャツです。よくお似合いです。7月も半ばになりましたが毎日暑いですね。こちら名古屋は本当に蒸し暑いです、はい、私は夏が苦手なのですが、お二人は夏は好きですか？はい、試合のない時は何をされて過ごされていますか？梅雨明け間近ですが、あ、梅雨明け間近なんですね、やっぱり、はい、どうぞ。そう、もうちょっとだよね。体調に気をつけて頑張ってください、はい、水曜日5時が楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。夏はどう好きですか、ジャガーさん？あ、だ私ね、夏生まれじゃん。はい、なので夏暑い方が好きだね。あ、自分もです。寒いより暑い方が好きです、うん、暑い方がまだ私っぽくいられるような気がする。あまりね、はい、エアコンガンガン効かすの好きじゃないのよ。ああ、そうなんですね。自分ガンガンエアコンが好きですね。本当、もうそれね、はい、年取ってるから、はい、鈍いからとか木下言うけど、ふざけろよもう自然の風が一番いいだろうとか思っちゃうのよ、昭和は。なるほど。思っちゃうんだけど、はい、エアコン の冷たいのちょっと心地悪いんだよ。あ、そうなんですね。あとだから木下の部屋と大使の部屋はガンガンエアコン、それぞれの部屋にあるから、は
ジャガーさんは扇風機とかですか？扇風機もねえよ。ちょっと笑わせないで。扇風機もないっつうの。エアコンついてるから。違う。はい、窓開けるだけ。窓開けて網戸。暑そうですね。いや、あの風が程よく入ってくるときはいいのよ。あ、そうなんですね。ちょっとふざけてって思わない。扇風機扇風機ないよ、うちに。あ、そうなんですね。エアコン各部屋にエアコンついてんだから。あ、うん、なるほど。そうですよね。笑わせないで。いくら昭和だからって。扇風機ある人もいるからね、いっぱいね。そうですよね、うん、なんか両方つける人もいる。でもありますよね、回すためにね、こう、はい、エアコンのね、うん、確かに。あんたんちはエアコン、あ、扇風機、エアコンって言ってますね。ちょっと生意気だの、エアコン、うん、お前たちはいいんだ、扇風機なんて。手で仰ぐうちわで。あ、うちわ、うん、もうずっとつけっぱなしですか、ジャガーさんちは。いや、消す、私はちゃんと消してる。だけど、木下と、はい、JJ 大使は部屋でずっとかけっぱなしで寝てるよ。ああ、もう出かけるときは。あ、で一回消すと思うけど、出かけるときは。そうですね。でもずっとかけっぱなしいるときは。ああ、体に良くないと思うんだよね、私は。そうですよね。寒いんだもんだって、私は寒い。うちも犬がいるので、動物いるので、うん、ずっとつけっぱなしですもん。あ、そうだよね、はい、暑いもんね。そうなんですよ。ワンちゃんたちは耐えられないかもしれないな。はい、うん、はい、そして次いきます、はい、みっちゃんさん、ありがとうございます。みっちゃんさん、ありがとうございます。サリーさん、初代チャンピオンおめでとうございます、うん、サリーゴールドですね、うん、相手を思いやる気持ち、言葉におばちゃんは感動しています、うん、ジャガーさんも嬉しいですよね、うん、ジャガーさんのファンミーティング参加したいです。 ありがとうございます。ありがとうございます。ファンミーティングを1回目がね、あるの。え、そうなんですか。8月の12日に初めてやる。ファンミーティングをやろうと思って。え、すごいです、それは、うん、すごい。まあ、インスタでね、はい、細かいことはまた伝えるようになってるので、まだはっきり決まってないので。あ、12日っていうことだけ分かってるんだけど。あ、そうなんですね。なので、またおよいお話しさせていただきます。ありがとうございます、みっちゃんさん。はい、これ来た。あ、いっぱいありますね。あ、うん、まだ時間もあるよ、20分あるから大丈夫。これ違う、こっちですね。あ、読んでないですね、まだ。どういうとも読んでないでしょ。はい、小町局長さん、ありがとうございます。局長だ、小町さん、うん、暇なんかな。ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。ジャガーさん、7月7日は、うん、シャチホコアズーリの FM の開局に、うん、のお祝いに駆けつけてくださり、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あの時までは楽しかったんですけど、あの後熱出しました。あ、熱出しそうですよね。そうだ、おかげさまで、ね、中日新聞さんへの記事が、うんうん、掲載されシャチホコアズーリー FM 大変盛り上がっております。あ、よかったです。ジャガーさんのお心遣いに、ね、何読めない、どれ。演者様もスタッフも本当に素晴らしい方と、皆様感動しておりました、うんうん、いや、こちらこそありがとうございました。本当楽しかったです。また名古屋にぜひぜひお越しくださいませ。企画いたしましょう。よろしくお願いします。お願いします。サリー選手も名古屋お越しの際はぜひ特番など放送いたしましょう。うん、本当ぜひよろしくお願いします。はい、PS 先生の武闘派エピソード最高でした。武闘派合ってますよね、感じ、うん、はい、武闘派。局長小町さんより、小町より何だったっけ、先生の、もう忘れちまった。何でしたっけ。あ、これね、さっきの話だ。そうですね、武闘派なんていうか、何かっこいいと思った。喧嘩して顔殴ろうと思ったら地面殴ったっていう話なわけです、はい、何十もう3、40年前じゃないですか。すごいですね。40年前か。40年前ですよ。40年前、うん、本当にその頃はね、アスファルト殴ってもよかったんだね。そうですね。今直さなきゃいけないんだからね、ちゃんと。絶対ダメですね、手怪我したら。そう、はい、手怪我しても下に穴開けてもダメだから。そうですね。はい、そう。そしてヒデさんからもいただきました。ありがとうございます。
ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。サリーさん、3連戦お疲れ様でした。お疲れ様。またマリーゴールド初代ワールドチャンピオン、おめでとうございます。うん、2冠王ですね、うん。これからの防衛ロード、楽しみにしています。いや、ありがとうございます。本当に皆さんも、ね、いろいろおめでとうと言ってくれて。今嬉しいんだけど、これ防衛が大変なんだ、これまだ。防衛が。そうですね、どんどん負けたくないから勝つし、勝つ。いやもう狙いに来ると思うので、それは狙うよね、はい、絶対に負けないようにね、頑張らないとね、はい、そうですね、心身ともに強くないとね、はい、うん、そしてグッチさんからもいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。サリー選手2冠おめでとうございます。今後は各主要団体のベルト順位、うん、順一なんて狙ってみては、間違ってるんです統一ベルト統一なんて狙ってみては、これからも気がなく頑張ってください、うん、なるほど、いいですね、それもすごいと思うよ、全部狙ったら、はい、そうですね、できるよサリーなら、できますかね、そうですね、もう全部あの全部もうもらっちゃって、うん、そうそう、はい、あの門叩いて自分からそうですね、うん、やらせてくれっていけばいいんじゃない、はい、ね、確かにそうですね、素晴らしい、すごいよ、あまりだって何十十冠王とかいないじゃん、いないですね、3、4、5ぐらいまでじゃん、そうですね、うん、あそれもいいですね、サリーならできる、本当にできると思う、 ありがとうございます、うん、ジャガーさんにもそう言っていただいて、私だったらやるもん、私だったらやるよ、その年だったら、なるほど、できることじゃん、私とかだったらまあどこできるかなと思って考えちゃうよ、同じ年だったら、はい、今やったら防衛がやだなと思うから防衛、ああ、取るまで勢いで頑張れるけど、うん、その後が大変なんだやっぱりね、そうですね、防衛も大変だから、うん、でもよ、今のサリーならできると思うので、はい、ぜひ ありがとうございます、ちょっとね、チャレンジできる状況があったら、ね、はい、やった方がいいと思う、いいですね、それも、はい、ありがとうございます、うん、ゼロさん、ありがとうございます。ゼロさん、ゼロさん、ありがとうございます。ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。お二人とも体調崩してませんか？サリーさん、マリーゴールド初代ワールド王者、おめでとうございます。二冠おめでとうございます。ありがとうございます。マリーゴールド両国大会見に行きました。サリー選手対ジュリア選手はさすがに見ていて痺れる、すごい試合でした。正直、ジュリアファンからしたら悔しかったです。しかし試合後のお互いをリスペクトするマイクを聞いて、試合とは違う熱いものを感じて涙が止まりませんでした、うん、やっぱりプロレス観戦は最高だと思いました、うん、お二人とも怪我や体調に気をつけて試合頑張ってください、うん、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。よくわかってるんだね、ファンの方もね、はい、気持ちがわかるんだよ、嬉しいです、本当に素晴らしい、本当にね、はい、いいファンに恵まれて、はい、それも幸せだからね、やっぱりそうですね、それは本当に、うん、勝つことばっかりをさ、うん、こうなんていうのかな、絶対勝たなきゃみたいなのを言う、うん、言いすぎる人もいるじゃん、そうですね、中にはそれ確かに、ね、うん、勝負のものだからね、うん、勝利が意味があるんだけど、はい、勝てなくても、うん、私の中に残る試合ってあるじゃん、いっぱいね、はい、ありますね、うん、やっぱでも今回のはやっぱ取って正解だから、やっぱり、はい、素晴らしいなと思う、よかったです、ね、本当にみんな喜んでると思うし、皆さん本当ありがとうございます、うん、ね、メッセージいただいて嬉しいです、ね、この初代取るのも大変だし、うん、これまた防衛も大変なので、そうですね、もううかうか捨てられないですよ、うん、本当に今だけだよ、多分本当うかうか捨てられない、こっからがもう勝負なので、自分も強くもっともっとならないとなと思いますね、本当に今ね、いいライバルがいっぱいいるから、はい、そういう意味ではいい時代だと思うよ、そうですね、団体もいっぱいあってね、はい、あ、ジャガーさん、そういえばさっきあの、うん、なんか、どうなった、マロンさんとか、あの何してますかって、あ、そうだわ、あのマロンさんが取りすぎちゃったな、あ、そう、試合のない時は何をして過ごしてますかって聞かれてたので、試合のない時の話をするかと取りすぎちゃうんだよ、あ、じゃあだいたいね、何もしてないから、何もしてない、そうですよね、何やってるの、別に自分は結構あの最近は治療、うん、メンテナンスも大事にしてて、いや私もだよ、昨日とか3日間、か3日連チャンで行ってきたもん、整体みたいな、整体、ジャガーさん行かれるんですね、胸がちょっと詰まっちゃってるから、あ、そうなんですね、うん、ちょっと息苦しさがあったんだよね、でも大事ですよね、うん、本当に、だからちょっと3日メンテナンス行ってきました、あ、自分もやっぱ試合ないときはもうメンテナンスとトレーニングしてますね、うんうん、
だからさすがさ、はい、JJ が心配して今回、はい、調子があんまり良くなかったから、あ、ジャガーさんですか、うん、あ、そしたら、ね、時間が経てば治る年齢じゃないぞって言ってったみたい。あの長野に帰る時、心配してるんですね、あの、はい、ダディに お父さんに、はい、もう時間経ったら治る年齢じゃないぞって言っといてって言って帰ったらしい。かっこいいだから私そうそうそう、あの親父の言うことは聞かないけど、はい、息子の言うことは聞いて毎日帰ったよ。あ、うん、え、だいぶ良くなりました。良くなった、楽になった、楽になった。本当ですか。呼吸がしづらかったんだよね。あ、それはたまになんかありますね、うん、詰まるみたいなね、詰まると、うん、はい、うん、じゃあ治療はやっぱね、リングに上がり続けるためにもやっぱ大事ですよね。ちゃんとね、メンテナンス絶対大変、はい、大変じゃない、しないとダメ。そうですね、今は昔と違うよね、はい、技も高度になってるし。そうですね、それに通用しようと思ったら、うん、やっぱ受けないわけにいかないんだからさ、技なんて。はい、それは耐えられる体を持つってことだよね。うん、うん、はい、そう思いました。なので大事にして一試合一試合を頑張っていきます。はい、はいはい、そしてそしてまあ CM は全部終わってる。そうですね、うん、全部今日は先に全部やってるからね、やっちゃいましたもんね。忘れてる、ああってあと1分でとかになる、ね、そうですね、あ、今日はじゃああとお話で、うん、そう、お話で盛り上がるだから皆さんが一番気になるところは、はい、サリーの化粧、あ、化粧品情報、化粧品情報、はい、今日もですね、はい、お花と、はい、ジャガーさんにいただきました。お花、あの私のヘアメイクさんにお花をいただき、はい、私は化粧品をプレゼントしました。いや、本当にありがとう。初代チャンピオンになったので嬉しいですね、素晴らしいことなので、はい、ちょっとあの気持ちで化粧品を買ってきましたけど、はい、いや、ありがとうございます。ちょっと中身まだ見れてなくてすごい楽しみです。いやー、はい、でも今若い子に人気のあるやつをうちのヘアメイクが探してくれたから。そうですよね、私わかんないからね、やっぱジャガーさんからいただいたあの化粧水とか乳液もいつももうなんか素晴らしいものをいただいて、うん、全部ヘアメイクが選んでるから。あ、そうなんですね、うん、私がわかるわけですよ。あとあのディオールのつ、あのなかなか売ってない、うん、自分が欲しかったやつをジャガーさんがプレゼントしてくださったり、うん、もう本当化粧品をすごい本当は嬉しいです。そうだよね、はい、やっぱり一番興味のある時だと思うので、はい、そう、あんたの高いんですよね、あのデパコスっていう、そうかもね、はい、やっぱ、うん、本当はいつもありがとうございます。でも綺麗なうちにやった方がいいよ、そのうち化粧しなくなるから。あ、うん、化粧、ジャガーさんでももういつも綺麗に、いやいやいや、私もあまりしない。あ、これあのあやってもらってやってもらってる。あ、そう、普段素顔です。素顔やめろって言われる。試合の時は自分でやられてるんですか。自分で適当にやってるね。あ、そうですよね、適当にっていうかあまりアイラインとか引かないじゃん、もう。あ、はい。だから、あの、あんまり塗らないかな。いつも試合会場でメイクされますか、それとも家でしてきますか、ジャガーさん。時間によるね、あの、会場までの距離とかによって。あー。うん、近ければしていいから行っちゃうけど。はい。うち、後楽園近いので、はい、あれだけど、地方2時間ぐらいかけて行くとか。そうですよね。新幹線で行くとかなると、うん、やっぱ、途中、途中での新幹線の中でとか、はい、そうですよね、やるかな、うん、自分もやっぱそうですね、なんかあの朝起きて時間がある時はもう家でゆっくりしてって、うん、ない時は会場でします、うん、やっぱり、はい、でも会場行ったら行ったでなんか落ち着いてできないんだよね。そうですね、一番最初何やる、会場行ったら着いたら着替えますね、まずあの練習着に着替えます。練習着、あ、でもいつもジャージで最近行ったりするので、あ、カッチカイとね、そうですね、私一番最初、まあ、今あの、はい、コスチューム着ないとシューズ開けないから、 あ、はい、あれだけど私一番最初シューズ開くから、私はそう、シューズ履いてコスチューム履ける、昔はほら短いやつだから後から最後ですよね、だけど今は長いやつだから、はい、コスチューム着てシューズ開かなきゃシューズ開けないのよ。あ、なるほど、逆にこのズボンのところがめくれない、うん、そうなの、そうなの、あ、だからシューズを履くと落ち着くのよ、わかるかな君たちに。でもわかります、シューズ履いてないとあのなんか落ち着かないです。あのね、紐ですもんね、そう、紐なの、紐だからリングシューズ、シューズ履いとかないとわかります、すぐ履けないから、はい、時間かかりますよね、あの紐は。だからよくバスで寝てる時、はい、移動の時の、はい、金が鳴ってんのにカンカンカン出るんだけシューズ履いてないとか、あ、そういう夢見んのよ。あ、わ
かります、はい、たまにあります。だからシューズを履いとくと落ち着くの。ああ、だからそれは未だになんだよね。あ、前からですか、うん、だから未だに先にコスチューム着てシューズ履いて、ああ、まあ上までは着ないけど、はい、うん、だからそうするとちょっと落ち着くかな。そうですね。で化粧は後だから、ああ、化粧はもし万が一時間がなかったら口紅だけでいいやとか。ああ、なるほど、うん、もうコスチュームさえ着てれば。そう、コスチューム命だよ。そうですね、うん、だ人はね、意外と顔なんか見てないじゃん、みんな。いや、なんかたまに会場でも、うん、あの後楽園とかだったらもう音楽も聞こえるじゃないですか、うんうん、入場曲とかも控え室まで、うん、あのちゃんとあるので、うん、放送のあれ聞こえるけど、うん、ラジアントホールってジャガーさんも聞こえますか、あの横浜の、うん、あれ控え室がもう3階とかなので、うん、聞こえないよね。聞こえないし、モニターもないので、あれでもう入場曲1曲終わっちゃったことあるんですよ、自分。そうなんですよ。そうなんだよね。なってからよ、なってますみたいに来て、コスあのガウン着てなくてみたいな、うん、もうあれ嫌ですね。団体がしっかりしてないと、はい、下のやつが教えに来てくんないんだよね。そうなんですよね。時間の時間をちゃんと、前の試合やってますとか、始まりましたとか、はい、5分経過ですとか10分経過ですとか言いに来るのよ、ちゃんと、はい、それがちゃんとしてない団体は言いに来ないです。そうですね、はい、うん、あれ焦りますね。時間あと5分だから、あと5分コマーシャルないから大丈夫です、急にやめても。急に、はい終わりって、はい終わりって、うん、そうですね、いろいろありますよね。そうそう、やっぱりやっぱりね、うん、そういうの聞きたかったんじゃない。ああ、そうですね、うん、そうだよ。そういう時どうするんですかって、最悪シューズ履いてれば平気っていう。そうですね、シューズ履いとけば、そう、ちょっと落ち着いてられる。はい、うん、ね、化粧は2の次3の次っていうことでね。ああ、なるほど、うん、はい、それどれ。あ、でも自分よく考えたら、着いたらメイクしてなかったらまずメイクしますね、髪の毛とか。それ今の子だから。ほら今の30代の中堅もみんなそうだよ。顔だけバッチリ、みんなメイクしてますよね。バッチリだよ、ほんと。そうですよね、ねえ、はい、若い時なんかそのまんまで綺麗なのにと思うけど、もう10代の時とか、もう22ぐらいまで自分メイクに興味がなくて。でお前22つい最近じゃねえかよ。ふざけやがって。いやいや、もう6年、ま、数年前だから。え、もう6年前ですね。でもそっか、そ若い子の6年まだだいぶ前なんだね。私なんか昨日のことのようだ。いやー、うん、そうじゃ、なんか今思う、うん、あの若い頃の写真見るともう嫌になります、うん、見たくないですもん。あ、そう、全部消してほしいぐらい。若い時って若いなりに可愛いから大丈夫よ。いや、もう髪の毛もボサボサでメイクもしてなくて、うん、もう時代が違うんだね。恥ずかしいなと思いますけど、まあ、だってどうせグニャグニャになんないし、よかったら。そうなんですよ。そうですね、そうだから、もう化粧あんまり細かくしても、はい、終わったら剥がれてるからね。剥がれてますね、うん、でジャガーさんあんまり汗かかないですよね、あの試合中。あ、そうだね、あんまりかかない、ね、顔に。あ、垂れた時ないね、あんまりね。ジャガーさんいつも綺麗で、あの本当すごい、自分はもうちょっと動いただけで汗が、ね、あ、そうだね、わかりますか、びしょびしょなんですよ顔。だから若い時も汗かかないから、はい、頑張ってないみたいで嫌だったのよ。もう羨ましいです、それが。もう汗全然かかなかったんだよ、若い時も。あ、そうなんですね。今代謝が悪いとかあるかもしれないけど。いや、でも書かない人書かないですよね。書かない。若い子でも全然書いてない子とかいて、うん、自分一人で汗だく。そうだね、はい、15の時はそうだよね、はい、もう髪の毛お風呂上がりみたいな。そうだ、なっちゃうんですよ。代謝がいいってことで。代謝がいいんですけど、ね、試合の時もなっちゃうんですよね。だから綺麗に化粧しても意味ないから、いいじゃん素顔でいけば。どうせわかんねえ。いやー、ちょっと厳しいですね。そう、もう化粧してないと恥ずかしくてしょうがない。十分サリボーのファンみんなそれでも可愛いんだよ。いやー、大丈夫よ。ありがとうございます。ね、って出てるじゃん、大丈夫。ありがとうございます。ね、残り2分になってしまいました。残り2分、後半あっという間だったね。あっという間でした、化粧の話で盛り上がったわ。はい、ありがとうございます。ねえ、たまにはいいですね、裏のちょっと話も。ほんとほんとね、はい、今日もコメントたくさんいただいてありがとうございます、ね、ありがとうございました。もうコメントのおかげで、はい、さ、話が詰まることなく、はい、あっという間の50分ですけど、はい、ラスト1分です。また、はい、再来週になりますけれど、31日ですかね、はい、31日、今回5週目までね、5週目までありますので、はい、今月は3回ありました、うんうん、なので
再来週もよろしくお願いいたします、はい、お願いします。ね、本当にこれから夏本番ですから、夏バテに気をつけて水分をしっかり補給して、うん、はい、夏バテに備えていただければと思います。はい、私も試合もね、はい、頑張ります。プライベートも頑張ります。はい、会場に機会がありましたら応援に来ていただければと思います。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんお元気で。お元気で。バイバイ、また。